いいどうもです。レトロゲーム大好き。親父でございます。今日はね、ようやくですよ。ダイソーさんで購入した、ストックバッグ。S サイズ、M サイズ。これがね、多分もうやってる人いると思うんですよね、普通に。なんか実際その動画を見たわけじゃないですけど、なんかゲーム紹介するときに、こんなのに入ってたの見た気がするんで、もう誰かしら動画を上げてると思うんですけども、要はね、こちらサイズ感がちょっと良さそうなのがあったんでね、これにゲームが入るかっていうのをね、ちょっと自分の中で検証していこうと思います。何を使ったかっていうことは全然見てないんで、それはちょっとわからないんでね。早速ね、一番保存をちゃんとしときたい、この私大好きオホーツクの木をね、ちょうどね、これはね、このファミコンのカートリッジが入るか入んないかギリギリかなと思ったんですけど、こういう感じでね、サイズ的には合ってるんですけども、広げた時にどうかですよね。こっち、あれ？どっちだっけな？でもこれが多分一番あるから、これが一番状態いいやつだと思うんですよね。早速ちょっとね、入れていきたいと思います。入らなそうだな、このサイズ感は。あ、厳しいね。ちょっと時間もったいないんで、一回入れる努力をします。はい、ってことでね、やっぱり入らないですね、箱物は。で、カートリッジのみはもちろん入るんですけども、やはりね、ちょっと余白というか、そこが大きいんでね、こういった入れ物に入れて保存するっていう意味ではいいのかもしれないですけども、きれいにね、びっちり保存できるっていう感じではありませんでした。じゃあ、こっちの M サイズ、これはどうなのかなっていうのをちょっと検証していきたいと思います。こんだけあればね、スーパーファミコンが入るんじゃないかなと思ってね、M の方は購入したんですけども、これだとね、間違いなく入りますけど、やっぱり、ジャストサイズではないな。ただほら、なんか変にボロボロのやつに入れるんならいいかなっていうぐらいのとこですよね。うん。やっぱりこういう感じでね、余白部分がかなり多いんで、しっかり中の空気を抜いてね、自分の中で加工するか、もうこういう部分をね、もう分かった上で、しっかり袋に入れて、こうやって保存するかっていうところになってくるんではないかと思います。というわけでね、続きまして、こちら、先日ね、小社寺さんがプレイ動画上げてました。アーガスでございます。なんで持ってきたかと言いますと、サイズ感がちっちゃいんですよ。ね、一回りね。これなら入るんではないかなと。そういった検証をしてみ、いきたいと思います。うん。こういう感じでもね、かなり、このサイズはいいかもしれないね。ちなみにね、さっきの縦に入れたらね、ダメだった。頭が飛び出ちゃった。さ、これはでもどうだろう。入るけど、どうかな。なかなかちょっと角っこが引っかかっちゃうね。あ、でもこのサイズは悪くないね。うん、このサイズはやっぱり余白部分ちょっとあるんですけども、比較的いいかな。このサイズならね、いいんじゃないかなと思います。じゃあね、どうしようかな。これ行こう。これもこの間ね、小社寺さんが紹介してた、柴犬さんといえばセクロスっていうふうにね、私お伺いしたので、セクロス出してみました。結局一緒なんでね、このサイズのやつには入らないんで、
このサイズにね入れていこうと思います。今回はね、あの同じサイズの、多分大津区と一緒なんですよね、このサイズね。なんて言うんだろうね、アーガスは S サイズで、これは M サイズとかなのかな、カートリッジの中でもね。あの箱が大きいやつあるもんね。で次はどうするかっていうと、ちょっと縦に入れてみますね。こう入れると、今もう一個あったな。どこ行っちゃった？私どこ行った？あった。あれ？なんかまた潰れてるぞ。ファイナルファンジー。これをね、二つ入んないかな。入る入る入る。あ！二つ入るわ。これいいんじゃない？あの、やってる人いたらごめんなさいね。あの、パクったつもりではなくて、自分の中でちょっと検証したいなと思っただけなんで、あの、優しい心でね、あの、おじいちゃんなんでちょっと許していただければなと思います。あ、いいな。だとしたら、オホーツクこれをね、これに2つ入れてもいいもんな。あ、こういう感じのやり方もいいね。お、これはなかなかいいぞ。はい。あとはね、ファミコン、私が持ってるファミコンで一番レアなやつ。角っこ潰れちゃってんだけどね。あれ、これってまた潰れたのかな？潰れないようにちゃんとしてたんだけど、潰れたのかな？どうだったかな、状態覚えてないわ。ムーンクリスタルです。もう状態がそんな良くないんで。あれ、この角っこって、こうなってなかったと思うんだよな。潰しちゃったかな。あとはじゃあこのワンパクコックンをね。もうダメだね。あの、ちゃんと保存ができてない。もう誰かに保管してもらいたいわ。これなら、これもね、ちゃんと。でも、これはちゃんと袋に入れて、潰れないように置いてたつもりだったんだけどな。もう潰れてたのかな。うん。あ、いいね。こんな感じになりますね。縦バージョンとね、横バージョン。うまいこと言ったね。縦バージョンと横バージョンね。でもこう考えるとなかなか S サイズが使えないな。裸ソフトならいいんですけど。じゃあ次これ。DS のソフト。コナミアーケードコレクション。4,000〜5,000円するんでね。じゃあこれはちょっと S サイズ出してみます。あ、ちょっと入らないかな。微妙だな。両端がどうしても厚みで膨らむので、ここら辺がどうかっていう部分ですよね。これで入れちゃうとね、ちょっといいんですけど、ちょっと入れてみますね。これね、すごい。DS はね、ドンピタ。ここがね、ミッシミシなのね。あ、ミッシミシっていうか、ほんとギリなの。だから、うまいことね、ツツーってこう止めてやると、綺麗に収まる。これね、これはもうね、DS として作ったんじゃないかなっていうような、そんなような、ふうに思うぐらいドピッタシでした。じゃあ次どれ行こうかな。これ行こう。次はね、あのゲームキューブ行きたいと思います。ドラガンと。そこまでレアリティの高いソフトではないんですけど、でもこれカートリッジファミコンと一緒かな。あ、ファミコンよりちょっと大きいね。だとしたらもう S サイズには入らないから、入れるまでもないか。一応入れるか。はい。ということでね、こういう感じでもう余白が空きまくってますね。これもじゃあちょっと縦目で入れてみたいと思います。はい。ということでね、残念なんですけど、ゲームキューブに関してはやっぱり重なっちゃいますね。こういう感じで。だから綺麗にはいかないですけど、ただ、保存という意味ではいいかもしれない。しっかり蓋は閉じますので、これだからこう重ねることもできるかな。
重ねることもできますね。だから2本ぐらい入れられるかなっていう感じです。これに関しては。はい。そしたら次はね、ちょっと大きいやつね。ファミコンの。でもこれはちょっと特殊だね。アテナ。これも完全にこのサイズは入らないから、M サイズで入るかっていうところですね。あ、入るね。ただやっぱり余白があるな、これもね。じゃあちょっと一回入れます。はい。ってことで、やっぱりね、余白が出ますね。ここはね、もうしょうがない。ただそこまで広くはないんで、変な袋に入れるんなら、これに入れて保管してる方がいいかなというような印象は受けました。じゃあ次はね、これいきます。メガドライブソフトですね。これも S サイズは入らないと思うので、M サイズでいきたいと思います。ちなみにこのね、ストックバッグはね、S サイズ、M サイズ、L サイズがあったかな、確か。だからそういう L サイズまで行くとハード関連入れられるかもしれないですね。とりあえず何事もなく入りそうなんで入れてみます。問題なく入りましたけど、よく見たらね、厚みこそ違うんですけども、アテナと同サイズでしたね、高さとかはね。なので入って当然かなっていうような感じでした。ごめんなさいね。まあでも入れて分かったかなという感じでございます。続きまして、じゃあこちらをちょっと行きたいと思います。セガサターンのね、アウトランです。もう最近ね、親父タコさんがアウトランを上げてらしたので、あ、これはいいやと思ってアウトランにしました。これ S サイズいけそうな気がします。ちょっと入れてみます。セガサターンもね、ドンピシャでした。DS の方がね、一回りっていうか、ややサイズ感ちょっとちっちゃいんですけども、厚みがある分ぴったりだったんですね。で、サターンとか多分 PC エンジンとかそうだと思うんですけど、このタイプはね、少し広いんですけどもね、こっちに比べると。ただ薄いんで、ぴっちり入りました。だから DS の他にね、サターン、プレイステーション、PC エンジン等はね、きっちり入るんではないかなと思います。続きましてね、こちらを入れたいと思います。バーチャルボーイですね。バーチャルボーイの商品です。S サイズがちょっと微妙なところかな。厚みがあるんでね。これはちょっと入らないだろうな。ちょっと入れてみます。わりかしね、びっちり入りました。ただ、蓋が閉まらないんで、ここをね、こういう感じで折り込んでやって、しっかりね、封をする分には保存には適しているかもしれないですけども、蓋をすることはできませんでした。はい。ってことでね、まあ、入れるまでもないんですけども、やっぱりね、S サイズでぴったりだったんで、M だと余白が出てきちゃうかなっていう感じでした。2つも入らないかな。はい。ってことで、最後はね、スーパーファミコンのアイアンコマンドを入れたいと思います。S はもちろん入らないんで、M サイズがね、入るんじゃないかなと思ってね。入りそうですね。ちょっと入れてみます。残念ながらね、スーパーファミコンはね、入りませんでした。やっぱり厚みがあるんで、ここからね、入れることが不可能でした。だからスーパーファミコン入れるんなら L サイズを買わないといけないかなと。L サイズがどのぐらいのサイズかわかんないんで、ちょっと正直でかすぎるかなっていうような印象を受けております。スーパーファミコン入ったらよかったんだけどな。ちょっと残念です。はい。で、最後ですけど、ファミコンのね、裸のソフトを入れると3本 S サイズは入りました。 M サイズの方はね、6本入ってます。こんな感じになってます。だから、思ったほどはね、使えないやつもあったんですけど、単純に保存するだけであるんなら、余白気にしないでね、使うのはいいんではないかなと、私は思いました。はい。ってことで、以上でございます。また何かね、収納的なものを見つけたら紹介できればなと思ってます。自分のためにもですけどもね。はい。ってことで、ご視聴の方ありがとうございました。レトロゲーム大好き、おやじでした。バイバイ。ゲームは大事に。